開幕戦です。ルーチです。今日のテーマは、はい、オープンスタンスで威力のあるボールを打つ方法。直線の皆さん、オープンスタンスって力強い球を打つ方法をまず紹介していく前に、オープンスタンスちょっとよく分かんないという人もいると思うんですけど、オープンスタンスっていうのは、あっちがコートだとしたら、体を正面に向けた状態、オープンの状態でひねってボールを打つ。で、逆に横向きになるが平行スタンスっていうふうに言われています。まあ、スクエアスタンスって言いますね。基本的に多分ほとんどの人が最初スクエア、平行スタンスから練習すると思うんです。で、オープンでやるとやっぱなかなかボールが打てないっていう人が多かったりとか、ただそのいわゆる現代テニスっていうか、今のソフトテニスってやっぱオープンで打てないと結構勝てなくなってきている時代だと僕は思ってるんですよね。昔はスクエアで打つ人が多かったと思うんですけど、今はオープンでやっぱり打てない。で、オープンの練習って結構取り入れてる部活だったりとか少年団でもあると思うんですけど、なかなか選手がうまく打てないとか、実際自分で練習しててもオープンになったらあんまり強いボール打てなくて困ってる人とかいると思うんですよね。特にオープンってシングルスでよく使うじゃないですか。めちゃくちゃ使います、ね、めちゃくちゃ使いますね、はい、で、うちのコーチもシングルスもすごく上手で、北海道のシングルスとか優勝したりしてると思うんですけど、そのうちのコーチに今回オープンスタンスの効果的な練習方法とか打ち方を教えてもらいたいと思います。というわけで練習に入っていく前に一つだけお知らせです。選手の上達を加速させる7つの力という DVD を7月12日に発売しました。1ヶ月ちょっと、経ったんですが、なんと150万人売れるという大変好評の DVD となっております。ありがとうございます。で、この DVD は、指導者向けに作られていまして、普段どんな練習をしたらいいか、どんなトレーニングをしたらいいかっていう悩みを解決するための DVD となっておりますので、興味のある方はぜひ番組下概要欄の方からチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、ではオープンスタンスで力のあるボールを打つ方法について説明していこうと思います。で、まずなんでオープンスタンスで速い球が打てないのかっていうですね、よくある例を紹介させていただきます。よくある例としてなんですが、平行スタンス、前に踏み込んで打つという時のですね、上半身のひねり具合なんですが、まっすぐの場合だいたいこれぐらいのひねりになります。正面から見てもらうとこれぐらいの感じですね。この感覚が体に馴染んでるので、オープンスタンスになったとしても同じぐらいで構えてるっていう人が結構多くいます。そうなるとですね、単純にラケットの引いている距離が短くなって、ボールまでの距離が短くなるので、加速のできる場所がですね、少なくなって威力が出ないっていうのが結構大きな原因として挙げられます。それ以外にもこう股関節の体重移動だったりっていうのはあるんですが、基本的にはこの単純に上半身のひねりが足りてないっていうのが結構多いかなと思うので、今回はその上半身のひねりをですね、意識できる練習方法を紹介させていただこうと思います。で、今回紹介させていただくにはですね、一つアイデア練習みたいな感じになるのでぜひ見てください。ではそのアイデア練習ですね、もう塾長にもう準備させていただいているので、塾長をお呼びしたいと思います。塾長。はい、捕まりました。何ですかこれは。ラケットと手首をつなぎ合わせております。はい、これ紐だったら痛いっていう人はゴムとかでも全然いいんですけれど、こういった感じですね、ある一定の距離、基本的には肩幅ですね、両肩の長さぐらいで結んであげるようにしてあげてください。で、これで普通に一本打ちをするわけなんですが、まず見てもらった方が早いかと思うので、まあ、実際に打ってみたいと思います。お願いします。
ひねって。ナイスショー。プラス三。はい。ナイスショー。ラスト。ナイスボー。これはね、なんか分かった。分かりました。こんなにひねらなきゃいけない。初めて気づいた。マジで。だから打てなかったんだ。今気づきました。こんなに、なんか最初打てなかったし、多分見てたら分かったんですけど、はい、全然力入らなくて、うちがひねってて、ひねってて、こんなひねんないと、はい、オープンって球飛ばないんだ。はい、今僕初めて気づいた。長かったです。長かった。20年以上かかる。多分ね、これ視聴者の皆さんも同じだと思う。打てない理由、ひねれてない。ひねれてない。絶対それ。僕これ分かりました。超おすすめです。やってみてください。はい、では今塾長のですね、鎖が解かれたので、シングルスのですね、オープンスタンス使う場面、クロスに外れられた場面あると思うので、その場面で一本打ちやっていこうと思います。はい、はい、いい、はい、はい、はい、寝てる、はい、はい、はい、嬉しい。はい、純子ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。オープンスタンスで打つ練習って僕も初めてやりました。映像とか見たりとか、もちろん勉強もしてるので、はい、原理原則は分かってたけど、いざやるとむず。視聴者の皆さんもこれ伝えたいんだけど、はい、皆さん思ってる倍ひねんなきゃダメだと思う。ひねるってみんな分かってると思うんですけど、はい、ひねれてないんですよ。ひねったつもり、そう僕はめっちゃひねってつもりで、もっとひねって、でそっか、まだひねれるんですよ。でもっとひねったらやっぱ戻すパワーが使えるんで、ひねって戻すパワーうまく使えた時はいいと言ってたなっていう感じがしたし、あとうちのコーチに途中教えてもらったんですけど、ひねって結構引きつけないと、はい、どうしても流せない。そうです、ね、ストレート打つんだったらちゃんと引きつけて中に奥の方に入れて回転で打ってあげると、ストレートにスパーン、そう綺麗なボールいったんで、しっかりひねることと引きつけて、あと回転でボールを打つってことをやってあげるといいんじゃないかなと思いました。筋トレめっちゃ重要って、これやったらめっちゃ重い。足のパワーとひねるパワーないと無理です。手だったら絶対飛ばないですよね。絶対飛ばない。そうで、僕多分フィジカルはテニス選手にしては強い方なはずなんだけど、それでも苦戦したんで、皆さんも筋トレもこれ合わせて、そういうトレーニング方法とか知りたい人はオンラインジム入っていただけたら僕教えるんで、僕も頑張ります。一緒に頑張っていきましょう。はい、というわけで今回の動画はね、はい、これで終わりたいと思います。まだチャンネル登録してなかったよという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またこの動画がすごく参考になった、また見てみたいという方はいいねボタンもよろしくお願いします。というわけで皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。